神戸スポーツランド、昭和なスパーダで参加してきた。前編、朝早くからスケップワゴンスパーダ 2VT250 スパーダを乗せて神戸に向かってます。7時頃目的地の神戸スポーツサーキットに到着。天気もよく一日楽しめそうです。サーキット走行2回目ですが、前回はフルウェットに脳や雪が降る始末だったので、ドライで走れるのが楽しみです。朝の開催挨拶と走行前のミーティング、ゲストライダーさんの挨拶。今回乗るのは VT250 スパーダ、昭和63年製のバイクです。今時のバイクについていけるか心配ですが、邪魔な動くパイロンにならないように頑張ります。ウィンカーなどテーピングし、車検を受けてピットレーンへ。走行前に注意点などを教えてもらいました。朝から冷えごけ早ですね。気をつけます。始まりました。まずは 401cc 以上の A1 からスタート。続けて 400cc 以下の A2 がスタート。後方確認しながらコースイン。ここでもうタイヤ滑ります。じっくり温めてからペース上げていきます。一度ピットスルーをして、またコースに戻り、一周回ったストレートで前方車が外れ、フリー走行開始。まだタイヤ温まってないし、初めてのコースなのでラインを覚えつつ反応見ながら走っていきます。走行ポイントは前日にカンニング済み、神戸スポーツサーキットさんのハプに親切にバイク用攻略ポイントがありました。ポイント思い出しながら実際に走っていきます。ペースの遅かった方が前に出てきます。人生初の M8 人の M さんでした。
周目にもう戦闘車が。次の週まだ復帰に時間がかかっているよう。ここでイエローフラッグが。人が見えたので大きく減速。戦闘場所にはいないので復帰できたのかな。
あっさりに入っていかれますね。低速コーナーで速度差つけてイン入ると安全に抜けそうです。直線派スパーダではぶっちぎられます。またここでスッと陰性。この前に横に出てたら相手にもびっくりされず安全に抜けそうです。
おじさんに、3コーナーでミス。S 字レーンが空いたので入ったら、出口で並んでしまって接触。Z のおじさんごめんなさい、ちょっと強引すぎました。お前、現場に落ちろ。ミュートペースはバントなんかする男だ。ここで転倒、一面裏側のフリップがなくなりました。わっはっは、電罰じゃあ。ひぃーを許しよう。すぐにエンジンかかる丈夫なスパーダちゃん。スローで音を聞いていると、転倒前に何かが擦れる音が。後で転倒場所の画像を拾ったら何かが擦った跡があるのですが、ステップにして派手返し、ピットに戻ります。破損の確認、被害者チェンジペダルが曲がって、粒が少し削れるも他は被害少なく、ステップが少し削れ、スイングアーム後端が接地した模様。タイヤもおかしくないし、ハテナな状況。ピット戻ってほどなく A クラス1回目の走行が終了。この後、坂井大作さんの走行講義を受け、C クラスの方の走行時間に。はい、OK です。じゃあ、こっちから行きます。はい。違う。センサー、センサーです。C クラスの走行派何組かに分かれ、先導車について走ります。先導車がある程度スピード抑制して走りますが、後ろに続いて走るのでブレーキングポイントや走行ラインがわかるので、初心者でも安心して走れるクラスになります。ちゃんと空手に立ってます。こちらはピット裏で併設開催されていた低速レッスンのコーナー、8の字コースです。こちらはオフセットパイロンスラロームのコーナー、女性の方がセパハンの ZX25R で練習されてます。ZX25R クラスのトップ派両コースとも参加者が並んでいて盛況でした。元気な若い人が多いからかな？私もタイヤ温めがてら8の字に。みんなの見えるところで大転倒は恥ずかしいので慎重に回っていきます。 A クラスは誰も来なく走り放題。回りそうなくらい回れました。次の人が来たので交代。
生無言で、次波アッキア、死後至る。次波オフセットパイロンスラローム兵。師匠の後を走行。狭いところきついです。一度挑戦。ミスコース。この日のタイムスケジュール表、コース走行走行講義低速レッスン休憩と順番になっているので、講義と休憩以外はずっと走っていられます。体力があれば、休憩後2回目のコース走行だったのですが、途中1台が転倒、後続車が避けきれず突っ込む形となり、2回目の走行は途中で中止になりました。後編に続く。